フロントアーム部分のスムーズさは非常に重要です。このようにアームが自重でスムーズに動くまで丁寧に調整してください。リアのサイドバーのリンク部分です。このようにクリアランスを設けてスムーズに動くように調整してください。リアのサイドバーリンク部分です。このようにクリアランスを設けてスムーズに動くように調整してください。リアのサイドバーのリンク部分です。このようにクリアランスを設けてスムーズに動くように調整してください。リアのサイドバーリンク部分です。このようにクリアランスを設けてスムーズに動くように調整してください。